あの日、僕は彼女に出会った。彼女は長い髪をしていて、とても美しかった。彼女が僕に差し出したのは、黄色いボールだった。キラキラ光る黄色いボール。彼女が僕にくれたのは、無限の光。無限の光はあなたに。中央大学放送研究会。